南アフリカ大学は南アフリカのケープタウンにある教育機関。1829年の設置の後、ケープタウン大学と南アフリカ大学学校に発展した。南アフリカの大学の設立への第一歩は1791年にオランダのコミッショナー、ジェイコブ・アブラハム・ウィテンハゲデミストがケープの学校を改善するための資金を要求したのが、 始まりである。イギリス人が、ケープ植民地の支配権を獲得したとき、最初の知事であるチャールズ・ヘンリー・サマセットの下で、デミストが、南アフリカの大学を設立するために取っておいた、お金が認可された。講義を行う PD ・ハーン教授1829年10月1日、設立委員会が、グルーテ・ケルクに集まり、学校の資金や、 宿泊施設について話し合った。学校は同年に開校。外交官エドムンド・ロバーツは1833年に大学を訪れ、裕福な若い男性だけが学校に通い、クラスは英語とオランダ語の両方で行われていたと述べた。学校の元の所在地はロングストリートのウィーシュイスにあり、1841年にケープタウンのガーデン地区にある。 ケープタウン大学のヒディンキャンパスに移転した。1874年、下級生と上級生を分離することが決定され、南アフリカ大学は、ケープタウン大学となったカレッジと、南アフリカ大学学校に分離された。リッチー、w ザヒストリー・オブザ・サウス・アフリカンカレッジ、1829から1918。ケープタウン、ハットロバーツ。 エドマンド、エンバシーツーザイスタンコーツオブコーチンチャイナ。シャム、アンドマスカット、ニューヨーク、ハーバーアンドブラザーズ、P396、http コロンスラッシュスラッシュ www.wdl.org スラッシュ en スラッシュアイテムスラッシュ7317スラッシュビュースラッシュ1スラッシュ396スラッシュ。ありがとうございます。